岡崎市役所によりますと、長屋の星ヒューマと名乗る人物が、昨日、当直室に段ボール箱 2, 箱2個を持ってきました。中にはマスク560枚のほか、消毒液、うがい薬が入っていて、市内の児童養護施設、平和学園と米山両宛てになっていました。30代後半から40代の男性だというふうに聞いてます。 子どもたちもきっと喜ぶだろうなと思って、はいとても心があったかくなります。同封された手紙には、医療従事者への感謝や休業しているお店などへの応援の気持ちも書かれていました。マスクや消毒液は、明日施設側に渡されます。